助けてるけど。はい、今日はね、スーパー特別ゲスト。そうなんですよ。はい。系列の、なんと、はい、なぜか系列の人間がいるっていうね。系列のお店のお名前なんと、はやとさん。はい、はやとさん。じゃあオープニングどうぞ。くれましたなんと、はい、人がいないということで特別ゲスト、はい、無理くり、はい、レアレア系列って言ってるけどもうほとんど最近 ね、うちばっかりしか出勤してない。そうだね、なんかね、2部出てないね。こっちみたいな。俺、むしろアメジストの人間なんじゃないかと俺最近思う。もうね、むしろアメジストの2人目の早田さん。もう感じが違うけど。はいはい。早田さん、早いな。あの今日は早速飲まされんの。今日はあんまりやる気ないからね、俺飲むのは、ほんまに。だから言わなければいいんでしょ、言わなければ、あれを、なんかね。ね、もう、やるかどうかも、ちょっと今やらんとこない。え、なにこれ、いつ始まるとか来るの？それは、あれね。わかんない。どうなんですか？どうせ飲むって言えばいいけど、多分今日はほんまにね、あの、飲んだらあかんの。そう、ダメやけ、うん。そうだね、今日は、あれだね、うちの外人の誕生日だから。そう。あのね、今日はほんまに俺、言う守りに入る。攻めないで、今日は。今日は守りに入る。守りない。だ今日だって、うちしめり。はいはい。アメリカしめり。で、その2部の方の、代表の人が、お誕生日やから。バースデー。そう。お誕生日しめりやから。今日はダメだね。そう。で、今日は俺、ニコニコ町会議行けへんかった。でも、今日は、飲んじゃう。飲んじゃう。あえてね。また俺ももさんに怒られるやつ。でも俺もなんか考えたんだから、いやめんどくせえやつ。ベロベロになってさ、いやあのタワー崩すぐらい。そんぐらいが調子いいよ。やらかしようぜ、あのかっこいいタワー崩しちゃいますよ。いい感じだった。違う違う。あれで、ね、やっぱそのね、ハプニングをさ。ハプニング。好きものっすね、やっぱ。いや、ハルル、ハルル今日来ないよ。ハルル今日来ないんだよ。今ね、幕張メッセにいるから。そう。今こっち帰ってきてるとこかな。まさか俺、お留守番っていうね。あー、すごい、すごい。そうなんだよ。お留守番係。お留守番やったね、ちょっと。だから、みんな行っちゃってるから、人いなくて俺出てる。そう。まあまあまあ、そういう感じさ。明日は行かれるのちゃうかな。明日もあるけどね。ないんじゃないかな、その、はるかさんが出てるやつは。そうか。だよな、ナポコスなって。ナポコスって何？なんかそのね、ゲームのキャラクター、あー分かった分かった、これ来てくださいってなんか言ってた。そのためにはるかさん髪の毛染めてたし。あ、なに染めのため、あ、それ見てないのか。それのため、そうなんですよ、今赤やし、今はるかさん髪の毛、そうなんだ。髪の毛赤やから今何の話。まあそれは何の話だよ。ゲームの話。ゲームの話。今日はでも飲みたくねえな。今日はまあ守りますかね。じゃあ今日はね、そう、守りの子めっちゃ上手上から。しゃーねー、しゃーねー。ふざけんなよ、誰かに。いや、大丈夫、なんだかんだで飲ませるから。なんだかんだ後半、なんだかんだだから断る。断る。それは俺めっちゃ透け取るけど。めっちゃ透け取るけど。もう次からこれ出るとき俺もうこれ着てこようと思ってるから。でも、すっげー透けな。だが断る。これ一発ですもん。断る。もう全部断る。いやね。まあでもね、それをね、覆すのがね。覆すのが。あえて。天の尺。からのってね。だが断るって言われる。自分で言っちゃうから。もうなんかほんまは今日はね、俺もうこれでないと思ってたんだから。ああ、はいはい。まあ人がいないからね。そう、ライトチューバーもうないんだけど。まさかの。まさかの、明日ね、これあるか、お前行ったらあかんよって言われたから。これ用にやったりゃ。そして俺もね、あの、人いないから出てる。10分前に。ナイトチューブあるから、お前幕張メッセ行ったらあかん。俺普通に断ったからね、幕張メッセ。あの、9時集合なんだけど、早いよ。早い、9時は早かった。朝9時は無理だわ。
行きたかったけど早かった。普通に起きたの俺12時だから。コスプレ見たかったね、ちょっと。ああ、気になりますね。そう、あの可愛い女の子のコスプレ見たかったね。いっぱいいますもんね。なんだ俺そういうとこ行ったことないからね、ちょっと行ってみたいなとは思ったけど。ちょっと夏コミっぽいところのブースもあったらしいから、ね、おコスプレのなんかバーンみたいなとこがあったらしいよ。あれ前ですか、うん、お前先週せっかくやる気のこなかだったのに今日はまさか誰こなかったそうだうっせぇ言うてもあれだよ、だいたいヘタレだよ長いし長文みたいなめっちゃ長文やし結構もう出てるけど俺こんな長いコメント初めて見たもん、ね、とりあえずお前誰やねんっていうことしかないもん気になるねすっげえ。でもやっぱよく見てくれてんだなっていう感じでなんか毎回、まあ、俺は毎回見てるぞみたいなことありがたいありがたい、ありがたいのかどうかも分かんないこれ書いてんのあれじゃない新地じゃね新地まさか身内まさかのまさかのまさかの新地さん新地さん、まさしいな怖始めるのいいじゃん、始めますか始めますか、はい、でも今日はほんま俺守り入るから俺めっちゃ強いで喋んないみたいなもうカメックスの甲羅並みにもうでもなんかえそれは何もう英語なの始めますか今のはカメックスですかなんでやねんなんでやねん名刺やんみたいなことあれは別に英語ちゃうじゃあ、お願いします早っあれ英語ちゃうやろ言えないなあの、あれのタイトルはタイトルって言ってもダメ早っボロが出ちゃうから題名は英語かもしれんけど あのなんかすごいねやつらは英語じゃないでしょ名前か名前ですもんね、はい、あれはまあでもいいじゃんとりあえず言ったしね結局言ってんだからさお願いします言っちゃったからグイグイ言っちゃったよグイグイ言っくかー難しいな早かったなーいいわマジで絶対また俺ももさえ何何何何何何何つった何つった今めっちゃグイグイ来るわ怖い怖い広すぎ俺ね言わない自信があるいや怖いわもう飲ましたいだけやないですかだってさ、それだって言ったからさそれはね、あもう飲ませないといけないじゃんやっぱこっちとしてはいやでも一応、なんかこっちとしてはもう本当に用意しとかな、まあ、初絶対言わないよ用意しとこう多分ね、出てこないタイさん、言わせたいなでも意外とね、俺結構回転がいいからなるほどそんな英語には被れないぞ自分の身を守るだけだけは俺すごい防衛本能のアンパレみたいなだからお前さんから逃げるときだけすごい速いそういう感じそういう感じそういう感じもう帰りたいわ俺なんかもう読んだん間違いやと思う強すぎるやん本当にこんな強いから読んだん間違いやわ絶対だから、ね、言わせればいいんだよじゃあいいよなんか振ってきてもいいんすかいやなんかそれも難しいそうハードルが上がっちゃう今まであのえ何何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 が高いのやばいあらんで、よかった今日はあかんね今日は守り入りますいやー、俺負けないなこれ負けないわ、俺すごいな聞いてますしね、ちゃんとちゃんと俺聞いてるもんちゃんと聞いてんすよつら怖いわそうなんですよ。やっぱね、長いことね、やっぱ生きてることがありますよ、僕は。はい、年の子ってやつです。はい、絶対もう今日もあかんから、怒られるって。危ないいや、でもね、怒られるぐらいがちょうどいいかもしれない。でも、選手結構怒られたし。まあ、やらかしたそのことは俺はよう知らんけどさ知らんからいいんだけど先週これ終わってなんかもうとりあえず飲んだんですよもうみんな、はいはいはい、みんなってお名前だけどはるかさんがめっちゃ飲んで、あの6時半に終わってえその時何飲んでたの、これ言わないよ英語あんま分からないこの
そう、6時半に終わって、うん、あのお店帰ってたの普通にあの8時過ぎとかやった、うん、あ、そうだね、結構遅かった、だいぶ遅いっすよね7時に店開いてんのに8時に帰った 何が起きてんすよ、でもまだやってんのすごいな。だってその間あれだよ、だってもう店で俺なんか宅飲みしてたから4人ぐらいで店で宅飲み、そう遅いな、ね、なぜか何してたかは内緒やけどね、うん、そこはダメなんですね、ちょっとほらやっぱ答えてあげる、何飲んでんのって、なんだろう、わかんねえ、ちょっとなんか強いやつ、お酒、お酒まあ合ってますね、お酒度数が高いお酒、度数が高いお酒きついやつ、あ、サボテンのやつね、そう、あれ何飲んでんの、サボテン、あれはそうなの、あれは英語なの、どうなんすかね、英語ってことにしときました、まあそう、まあそうだね、はい今のおかしいな、なんかあれあれなんか俺納得いかねえな、そう、あ、でもまあそうだね、それ正解だと思う、それ正解だと思う、カタカナは危ない、本当に危険やから、ああ、いっぱい、なにそういう振りなの、怖い怖い、カタカナだってはもうカメックスでもあかんって言われるから、そうですね、もうあかんよ、え、すごい、え、まだあかんの、2回目の、2回目の、だから英語だ、カタカナダメなんでしょ、いや、別にいいはいいんすよ、あ、いい、いいわ、あまあ、いいわ、あなたなんか、その日本で作った言葉もある、まあ、とりあえず飲めってことだから、まあまあまあ、なったしね、そう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 、なっちゃったからさ、嘘やん、あかんの結局ほら、今のは、はぁ、だなって、バーカ、騙されねえよ、そんなもんほんまに、あ、そうなんだ、こうやってちょいちょいに罠仕掛けてくる、あはい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 、そう、トラップが多いから、ほんなんで？なんで？やべやべやべ。言っちゃった。わざわざ俺さ、もう2、3秒前に罠って言ってんのにさ、なんで英語で直したの？そういうフォローだったんですね。でも俺なんか悔しいな。俺さっきのでさ、飲むっていうのがすごい悔しい。俺だってもう、いっぱいも飲まないつもりでいたからさ。いっぱい飲んじゃうし。目標がもう。いやいや、1杯も2杯も俺騙されねえよ同じ同じやん、もう一緒なん気するけどね、それが騙されんわあかんて、これ飲んだらこんなにいっぱい怒られる気にしかせえへん、営業できるよ、うん、営業できる、いや営業むしろしないよ、しないよここでもそうそうそう、帰るわ、いやもう帰るわ、終わらせようかな、ここ今日はね、もう仕事終わりで、誕生日だから関係ない関係ないもん、知らん凍結や、凍結や、いやでも罰金半端ねえわ、罰金だね、3倍3倍痛いな、3倍マン、3倍マン、そうだな、凍結罰金半端ねえな、そうなの、ね、うちのお店の凍結王子やからね、俺、よしよしよしね、そうだね、王子やからそうだな、はい、目痛いって言って休むからね、よくいないよだってさ、俺寮部さ出てた時さ、はいはい、あの別に一部あの出勤さ、はいはい、するさあの、ね、決まりはないのに、はい、俺毎日いたからね、やで僕より多かったですね、そうそうそうであれ何今日また休みみたいな変な現象が起きちゃうんだすぐやる、俺絶対これ言わねえからな、160番あ上守ってねえわそう、絶対お前誰に対してこんな感じかそうや、守ってはねえわ尖りすぎやろ、お前ちょっと164番守ってないから、ね、守ってるわけじゃない、あの負けたくないだけ、負けたくない言うてもプライドあれはね、そうそうそう、今日は俺守るっすよ、そうだ、こんな遊びに負けねえぞっていうね、お前は黙ってていいぞ、お、166番いいっすかじゃあ、そうなっちゃうんすよ、俺マジかいいっすか、すいません、なんなんその優しさなんでやっぱ結構飲んでるから、あー、何杯か行きましたもんねお前、ちっちゃくないわ、お前ちっちゃくないわ、俺184あるわ、身長めっちゃやばい、とりあえずじゃあ、ね、宣伝、どういうこと、宣伝じゃないか、そうですね、うん、うん、ですね、
宣伝番宣ね番宣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 はい、まあとりあえずじゃあどうぞじゃあ本気出していこうか、そうだね、後半戦後半始まったからね行きますかだから断る、もう断る早く英語とか逆に言わしてみろ早く英語理解してないよちゃんとそうですね、なんか怖い目が怖いもうだってちょいちょい言うからさ出ちゃうんですよ別にね、何も振ってもないのに言うしそう何にも振ってもないのにね自滅っていうね一番ダメなやつ英語聞きたいとかも英語聞きたいなんかあの洋画の映画買ってこいよなんか字幕見とくんじゃなく読んじゃうからね、それねはいはいはい何キャブリセブンうんいやいや、アウトだそうかしかもめっちゃ小声で言ったな今絶対聞こえてへんかったしここで攻めようかないやあかんよバレるって聞いてるから、早く聞いてるから新人来てよかったのか言うても俺新人でも新人ちゃうから全然新人ちゃうし、新人ちゃうしねもうその先はこの先飲ませてやれよお前がかかってこいじゃんなんか自分安全やからとか思ってなあいやはめられたわちょっとだからやっぱさ飲まないやつがやっぱ言いたい放題言うわけじゃんはい、ね、基本的にねホントだよでもそういうこと言ったらなんかじゃあお前も飲んでからみたいな言ってくるしこいつらあこいつら変わってきますねでもやっぱさそういうふうに言ってくれてんのはやっぱ優しさなのかな優しさなのか言ってくれるじゃんやっぱ、うん、絶対優しさやないと思うねんけど単になんかもう人苦しんでんのみんなが楽しいみたいな感じやろどうせもうね、だってこれあれでしょそういう、場所でしょまあね、まあ、そうそう結局ねこういう企画だもんね企画だもんそうそう人苦しんでるのが楽しい企画だから分かる分かる分かるでもこれはそれをあのやっぱねこの実際の場所で楽しみたいからさ俺はこの2人を現地に参加してそう2人を苦しめ現場に行きたい生で見ると生で見ると近いよねあ、この人が考えたのは6あ、そうなんだ飲めねえくせに飲めねえくせに飲めねえメガネが考えた発案者マジか意外と、はい、そう6さんなんだ発案者6なの6と、6とセナはい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 あそう、まあ、今のはあのどっちも飲めねえくせにどっちも飲めねえくせにセナも飲めへんからねセナさん飲めへんうん、すぐ真っ赤くなるから真っ赤っヒビ入ってるねこれさこれマッキーこれのこれなんて言うんだっけあれじゃないですか傷じゃないですか怖いなもうなんか振りがもういや知らんかっただけやろ知らなくてよかったみたいなのありますねこれクラックっていうあっしゃえチップって言うねんこれ思いっきり言ってるやんもう見つからんもうそう、なる前に飲むみたいなやっとくわ自らね自ら流しとくはよ飲め、はよ飲めとかもはよ飲め最高だ な, そうなんだよ、ね、みんな S なのやっぱその S って言ったらないかもうそれっすね、まさにエチゴ製か
やかましいわ。いやあれ絶対怒られるわ。飲みたがりなんだろうね。どうなんですか、めちゃん。え、何のお酒が一番好きなの？俺は、うん、あれは焼酎ですね。あ、焼酎なんだ。焼酎なんですよ。なんで飲むのしてんの今俺。あれ無意識無意識。やべやべ。本当何が一番好き？俺はでも本当は。どんな飲み物が好き？どんな飲み物？うん、まあ炭酸系、うん、まあ、つまりシャンパン。ん？なんか下手くそやったな今なんか、うん、スムーズにいかへんかったな今なんだろうな違うよこれ俺が怖いからとかじゃないよね。やめてよそれ。ビクビクしやすい。それないよそれないよ。圧力マジか。やめてよなんか俺それでなんか炎上すんのやだ。最近流行るのはアルハラやね。アルハラあれ、うん、あれあれおかしいなと思って。多分その最後の言葉もダメなやつ。どっちみちダメなやつみたいな。おかしいな。なんかもう喋りたくないわ。そうなんかね、そう。なんか言うたびにね、あのやられてね。なんかね、ちょいちょい挟みたくなるんですよ。ちょい入れたいですね。やっぱなんか普通のまんまじゃちょっとつまんないなみたいな感じなんでしょ。ああでもなんか、うん、飲みたくない。ちょっと飲ませたいけど。いいんだよ別にあの降ってきても。そうなんすか、ね、でもちゃんと強いですよねやっぱ。結構酔っ払ってる。そうあのそう逆に言うと飲みたいの俺。飲みたいんだよ。ただね降ってきてくんないからさ。なるほど。飲みたい人はもう勝手に飲んでいいし。そうですよ。あ、違う違う、なんかやっぱさ、せっかくさ、こういう勝負やってるんだからさ、やっぱそのね、勝負に乗っ取って、はい、あの、飲みたい。でも、だからうまいこと振ってきてくんないとさ。でも今日そうでも、多分僕これ振ったことないっすよ。なんでやねん。なんでやねん。意味もなく312万なんでやねん。これ、あの、出場者は絶対みたいな感じやから飲まなかった。え、ああ視聴者は絶対だ。何それ今回からやっぱり王様ルールだった。絶対何さりげなく今さらーっといきましたね。さらーっといきましたね今。え、そういうやつ。はい、そういうやつ。でもこれ何永遠飲まないとダメじゃん。絶対うそうですね。てかもう素晴らしいぐらいの自爆やったらいいですね。そうだね、もう自然でしたね、むしろもう気持ちよかったわ。すごかったな、なんかもうやばかった、びっくりした自分でも。俺爆弾今かと思った。自らね飲みたくないわ、俺なんだもう。いや、俺逆に飲みたい。なんだろうね。じゃあ譲りましょうか。いや、でもそれはやっぱ自分がさ、負けないとさ、ね、飲み強い、勝負は勝負だ。やっぱり、勝負は勝負だ。そこありますかね、やっぱ。悔しい、悔しいです。悔しいんすか。悔しいな、もうなんかもうなんかもうガキつかんならやってるからあかんって、俺ほんま尾てい骨骨折してるからあかんってほんまに来たら怖いっすけど、ほんとにあかんあかん、それは絶対にあかん。出てきたら怖い。え、大丈夫だよ、そういう人たち雇ってないよね。雇ってないよ、自宅でこのために、ね、俺困難されたらまた入院するから一回ほんま尾てい骨折って。僕ね、尾てい骨こうじゃないですか。で、尾てい骨折るってどうやって折る？昔仕事でね、折れたんですよ。折れる場所？折れるんですよ。折れる？だってお尻ここしょ？ここすぐ、ここ尾てい骨折れんの？折れました。何？それ何やって？その昔、JR の、あ、JR って言ってもた？潜んでるなぁ、いろいろ。その電車の線路を作ってたんですよ。あ、その仕事でちょっと、あ、何、鉄筋がパーンってそんな感じですね、前言ったら。へ、はい、で、尾てい骨こうあるでしょ。僕、こっからこの先っぽ全部、チタンやからね、チタン言うてもうた。埋め込んでんだ。はい、え、今もすか。合金埋め込んでんの。そうです、合金入ってるから、はいはいはい、俺は僕もあれですか、改造人間みたいな。マジか。うーん、今すごいね、かっこいいね、それね。はい、かっこいいでしょ。じゃあ、今あれだ、尾てい骨はもう無敵に近い状態。無敵ですよ、やばい。だって合金入ってるもんね。はい、最強だね。最強、やばい。マジか、すごい。
いいたまに、たまに出るみたいな。かっこいいですね。特別感が半端ない。俺の体のあの 0.1 割ぐらいはあの人じゃないから。あ、まあまあそういうこと。ここだけ。え、じゃあこの銀歯もそうなの？銀歯は違うかな。どうなんですかね。でもその一種じゃないですか。ある意味合金だよ、うん、銀っていう、ね、銀ですもんね。合金、合金、合金、合金。ごっつい感じするんですよ。自分で言って全然面白くない。ジュウ君はなんか入ってない？俺は何も、もう自然ですよ。俺は鼻とか何も入ってない？入ってないです。大丈夫？もうありのままの俺です。ちょ、怖い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 。ありのままの俺。今ない、あの大学で何やってるの？いつも。あれは俺は経済やってますね。経済、経済学、はい。まあ経済やってますよ。で、日本の経済動かしてるのは？日本の経済動かしてるのはジュウかもしれない。マジか、あ、グイグイかな。あの、雇ってよ。いや、まあ、雇って、あキーンって酔っ払いやん、ただの。あ、全然飲んでないな、俺。もういい、もう喋りたくもないし、悔しいわ。熱くなってる。悔しい。水しか飲んでない。熱い。なんかもう帰りたいの。今すぐ。家にね、もう帰りたい。なんか俺毎週言ってる気がする。帰りたいって。帰っちゃう、なんだったら。時間的に。眠いし、しんどいし。いい感じでしたね、もう。いい感じに、もう。そう。時間も時間だからね。時間も時間でしたね。時間も時間。だって、6時半？そう、結構ね、いい時間。あ、あの、うん、あらあら。あれだ、ご飯食べて帰ろうか。はい、あ、いいっすね。あ、じゃあ、とりあえずご飯食べて、あ、とりあえずあずち寄ってから店戻って。あずち経由してるんですよね。そうそうそう。今日お昼食いましたよ、あずち。あ、いいっすね、あずち出前した。出前、うん、美味しいっすよね、だって。あずちの出前遅くね。いや、めっちゃ早かったっすよ。マジで20分ぐらいできました。俺1時間ぐらい待ったことあるよ。えぇ、ー、遅っつって。俺はあずち食ったの初めてなんですよ。もう忘れてたもん、俺だって。忘れてた。本人忘れちゃったのに。ピンポン、どちらさんですかって。誰だ君ね。あっつい。もうとりあえず、でももうやっとこれ終わった、今日、今週もう仕事終わった感じですね、今日。いやー、一杯しか飲んでなかったわ。もう帰る。でも次回も出てほしいですね、早さんには。あ、次回っていうのは、多分来月ね、多分ないと思う。あー、あ、そうなんだ。うん、あらあら。そう、なるほど。最後、いやまあでもまた復活はすると思うんやけど、うん、じゃあ今日でラストってことだね。とりあえず、俺言うの忘れてた、俺これ言うの忘れてた。まあじゃあ、じゃあ再来月ぐらいに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。